教授と神父は各語りき。カレッジの教授の研究室は、石造りのいかにも英国の歴史の長さと荘厳さがにじみ出ていた。その反面、研究室の中はお世辞にも綺麗とは言い難く、ありとあらゆる場所に書類と本が塔のように乱立し、今にも崩壊しそうに見えた。それでも応接用のソファーと机だけは片付いているのは英国紳士の最後のプライドなのかもしれない。どこで俺の話を聞いたか教えてもらえるかな。温かい紅茶を受け取りながら、教授から借りたハンカチで涙をすする。聖メアリー教会のライリー神父から聞きました。ライリー・カルバン神父か。はい。教授はエクソシストなんでしょ。教授は顔をゆがめ、ボサボサに伸びた頭をバリバリと書いた。秘密を勝手に暴露されたことを怒っているようにも、恥じているようにも見える。あのじじいめ、余計なことを。エクソシストの件については誤解だ。俺はバチカンの認可を受けた司祭でもなければ、エクソシスムの講習も受けていない。でも、ライリー神父は世界で最も才能にあふれたエクソシストだっておっしゃいましたよ。それはあのジジイ、いや、彼の妄言だ。優れたエクソシストはライリー神父自身のことだ。教皇に謁見して直々に枢機卿の座を勧められたほどの御仁だ。そんな立派な方から認められているんでしょ。その羨望に満ちた瞳はやめろ。いいか、俺は研究の一環で悪魔つきを調査していた。その時に力を貸してくれたのが神父だ。彼の助手として大勢の霊的障害に悩む人々を見てきた。そしてそうこうするうちに彼の真似事をするようになった。それだけだ。悪魔払いを頼みたいのならライリー神父にしろ。ライリー神父はもう体力的に無理だと。私はカバンからあらかじめライリー神父から預かってきた手紙を差し出した。なんだこれは。教授が悪魔払いを嫌がるようなら渡すようにと。まるで教授の父親みたいですよね。実の父より付き合いの長いクソじじいだよ。早く天に召されるべきだ。ライリー神父は私に言った。信仰心もなく悪魔払いができる人間は世界広しといえどもロバートくらいのものだろう。あれは神も悪魔も同じものの側面でしかないという考えを持っている。英国人には珍しい実に科学者然とした思考の持ち主と言えよう。教授の講義を受けているうちに、私にもその言葉の意味がわかるようになってきた。彼は根っからの研究者なのだ。事象を観察し、考察し、結論を出す。彼にとっては国境の信仰さえ、事象の一つにしか見えないのだろう。俺がしているのはエクソシスムもどきだ。正規のエクソシストではないからな。カンディド神父のようにはいかない。カンディド？なんてことだ。日本人はカンディド神父のことも知らないのか？世界で最も有名なエクソシストだぞ。20世紀最強のエクソシストだ。世界中のトップレベルのエクソシストたちから最強だと言われた人物で、精神疾患の知識も豊富だった彼は、本物の悪魔つきを見分ける術に長けていた。やっぱり悪魔つきでない人もいるんですか？大勢いる。それどころか悪魔に疲れたという人間のほとんどが精神疾患の患者ばかりだ。カンディド神父が言うには、本物の悪魔つきは全体の 1% にも満たないという。こんな話がある。と
教授は続ける。悪魔月に懐疑的な精神科医たちの前でエクソシスムを行った。精神科医たちによって対象の男性は癇癪疾患だとして治療していたが、一向に改善が見られなかった。カンディド神父は男性が悪魔月であることを見抜き、洗礼の言葉を唱えながら彼の頭に触れた。すると、触れた部分から煙が上がり、男性は悲鳴を上げて気絶したという。驚くべきことに、精神科医たちは教鞭に、これは癇癪の症状だと口にしたが、神父がもう一度触れると、彼は何事もなかったかのように立ち上がり、精神科医たちは絶句したという。教授にも本物の区別がつきますか？見ただけでという領域には至らんね。俺は生異物を当てる。悪魔月の場合、まるで火傷したみたいに肉が膨れ上がるんだ。聖水を混ぜたスープや飲料を飲ませるのも効果的だ。口の中が焼けただれる。そういえば、彼女もそうだった。教会へ足を踏み入れなくなり、いつも身につけていたロザリオを遠ざけた。まるで触ることができないみたいに。アイナ、君は悪魔を信じているのか？日本人のくせに。くせにというのは余計では？失礼です。気に触ったのなら許せ。何しろ君たち日本人の宗教観は非常に独特だ。キリスト教徒でもないのにクリスマスを祝い、ニューイヤーには仏閣へ詣で、おせちを食べるのは神道の文化だ。最近はハロウィンまで祝うとか。あれはケルトの文化だぞ。まるで宗教のサラダボールだな。知識人の中には日本人は宗教に対して寛容なのだというが、私に言わせれば無関心なのだ。寛容なのではない。節操がないんだ。まあ、確かに。そんな日本人に悪魔を信じるのか、と聞きたくなるのも無理はないだろ。そうかもしれないですね。でも私、神様は信じていますよ。信仰心もないのに。神社で手を合わせて幸せを祈ったりしますよ。それに私たちからすれば、神様に従うという感覚の方がよくわからないんです。主の御心だの、集会だの。日本の神様は何をどうこうしろとは言いませんし、集会が義務付けられているわけでもないですし、それどころか怒ってたたったりしますから、唯一神でもないですし、日本の神々は八百万もいますからね。都合のいい時に願う、それくらいです。私の言い方が面白かったのか、教授が手をたたいて笑う。そう、それが日本人だ。文化や生活の中に神を見出す。神が中心なのではなく、人を中心とした世界の隣に神が普遍的に存在する。我々キリスト教徒からすれば、それこそ理解しがたい。敬虔なキリスト教徒にとっては、神は人を照らす光だ。まあ私も敬虔な信者とは言えないが。教授は自重気味に言いながら、上着から葉巻を取り出す。そして火をつけるでもなくそれを加えた。そんな日本人の君が誰に取り付いた悪魔を払おうと言うんだ。君の恋人か。友人です。私がこの国に初めてやってきた時から懇意にしてくれた恩人です。名前は？シャーリー。シャーリー・エマーソンです。私の身元引受人でもあります。彼女は私の友人であり、姉のような存在です。一言で言えば、大切な人です。どうして彼女に悪魔がついたと？なんて言えばいいんですかね。どう見ても彼女ではなくなってしまったんです。外見は彼女そのままで。でも、何か違うんです。まるで何かが混ざったみたいに。最初はその程度でした。
変化は数日ごとにひどくなった。彼女はラテン語を話すようになりました。私はこちらの人はラテン語を話せる人も多いのだと思っていました。ほとんどいない。他の言語も話していたか。ライリー神父がおっしゃるにはヘブライ語だと。なるほど、悪魔のテンプレートだな。連中英語を話すのをやたら嫌がる。肉体的な変化は？つい先日髪と瞳の色が銀色になり、何かを身ごもりました。わずか一ヶ月でお腹が臨月みたいに膨れ上がっています。検査では何もお腹の中にはいないのに。悪魔が肉体に変化をもたらすのは末期だな。今彼女は神父のところに？はい、預かっていただいています。あとは教授に来ていただくだけです。確信しました。彼女を救えるのはあなたしかいないわ。私は教授の腕をつかむ。ああ、君は握力が強いな。爪が食い込んでる。首に縄をつけてでも来てもらいますよ、教授。有無を言わせずに、そう言った。